今日紹介する商品はこちらです。皆さんカップ焼きそばは好きですか？嫌い。ありがとうございます。ジャンジャンっていう焼きそばのこちらのポテトチップス味が出ました。うん、はい、カルビーポテトチップスってもう書いてあるんですよ。そのコンソメの焼きそばでジャンジャンっていうあれです、焼きそば麺です。あ、ジャンジャンですよ、ジャンジャン。まさか僕が前回の唐揚げくんトリプルジャンジの動画のようにジャンジャン言うと思ったら、そんな同じ手2回もすると思います。ジャンジャンジャン、あ、お湯、ジャン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 、あ、ジャン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 、あ、ジャンジャン、うジャン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 。ジャン、あっち、あっち、ジャン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 、うわ、やべ、麺飛びちった。ジャン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 。え、なんか味が薄い気がします。やっぱりコンソメだからかな。なんかコンソメってなんかちょっと薄いイメージがあるんですよ。なんでそんな薄いコンソメを焼きそばなんかにしたらもっと薄くなって、なんかなんて言うんだろう、え、一度食べてみてはどうでしょうか。なんて言うんだろう、なんか伊藤英明って感じですね。じゃあな。